トラフィックパターンは空港などの滑走路に目視で離着陸する航空機が飛行する標準の飛行経路であり、滑走路を含む直線を一辺とする周回経路である。常習経路とも言うトラフィックパターン左回り常習経路。経路を示す線は概念であり直角に旋回することは不可能。航空機が滑走路から離陸してから90度旋回し、離陸した。 滑走路と平行逆向きに飛行した後、再び90度旋回し、元の滑走路に戻って着陸する周回コースのことをトラフィックパターンという。この空路は文字通り航空機の交通整理に利用される。トラフィックパターンは滑走路を長辺とする長方形の飛行コースであり、長方形の各辺は滑走路から数えて順に以下のように呼ばれる。なお、トラフィックパターンのコース長に、 明確な規定はないが、トラフィックパターン内でエンジントラブルなどが発生しても安全に滑走路に戻ってくることができる範囲内のコース長であることが多い。有志間飛行方式による飛行や死人侵入で空港に着陸する航空機は最初にトラフィックパターンのダウンウィンドに誘導されることが多い。海軍航空隊では空母への着艦を想定し、 陸上に着陸する場合でもトラフィックパターンは円形を描くレーストラックパターンを基本としているトラフィックパターンの標準経路は左回りである空港や運行状況によっては右回りのトラフィックパターンも利用されこの場合は特にライトトラフィックと呼んで区別される以下に左回りのトラフィックパターンを一周する経路の構成を順に上げる滑走路を含む 直線上の上空、滑走路の上空そのものである、アップウィンドで離陸後安定上昇する、離着陸は通常向かい風で行われるため、こう呼ばれる、アップウィンドから左に90度を旋回して到達する、飛行コース、滑走路に対して直行する、トラフィックパターンの長方形の短辺に当たる、横風を受けるコースであることから、このように呼ばれる、クロスウィンドを、 一定時間飛行後さらに90度左に旋回して到達する飛行コース。滑走路に対して平行でトラフィックパターンの長方形の長辺に当たる。滑走路と平行するコースであるが逆向きに飛行することから追い風を受けるためこのように呼ばれる。離陸した滑走路全体を斜め後ろに見ることができる位置までダウンウィンドウを飛行した後、 再度90度左に旋回して到達する飛行コース。滑走路に直行するトラフィックパターンの長方形の短辺にあたる。飛行場に侵入するコースであるため、このように呼ばれる。ベースレグを一定時間飛行して着陸する。滑走路の正面に到達した後は、90度左に旋回して再度アップウィンドに侵入し、着陸の最終体制に入る。航空機は必ず、 トラフィックパターンのどこかに侵入してから着陸する。有志間飛行の航空機はダウンウィンドで一旦トラフィックパターンに合流しそのまま着陸することが多い。滑走路に対して着陸侵入を試みる方角により以下の着陸法も多く行われる。着陸しようとする滑走路に正対してまっすぐに侵入する場合に直接アップウィンドレグに入りそのまま着陸する方法を ストレートインと呼ぶサークリングアプローチ概念図滑走路09へと景気侵入後上州経路へと移行し反対側である滑走路27に着陸する着陸しようとする滑走路にまっすぐに生体して侵入しているが風向きなどの理由からストレートインできずに滑走路の反対側まで回り込まなくてはならない場合サークリングアプローチが行われるサークリングアプローチでは 目視や、ILS などの計器で侵入してきた後、クロスウィンドダウンウィンドベースファイナルと順にたどり、滑走路の反対側の端まで回り込む。ILS を滑走路の片方側にしか設置していない、空港などで行われる。滑走路に対して垂直に侵入する場合、ダイレクトベースと呼ばれる、着陸方式が取られる。ダイレクトベースでは、ダウンウィンドを経由せずに、直接、ベースレグに侵入する。 その後、ファイナルへ入り、着陸する。交通量が多い場合などは、ダイレクトベースを行わずに、ダウンウィンドへ誘導されることもある。ありがとうございます。